さあやっていきましょうか。 Every two 前回ね、ワクチンじゃないや除あれなんていうんだ、除草剤液体、まあ、なんかが手に入ったんで、それをね、まあ、巻き散らしまくってね、終わっていこうというふうに思います。終わっていくって始まったばっかりの終わりの話むなしい。はい、ということでね、巨大化ウイルス注入、除草剤か、まあ、いわゆるね、まあ、これで枯れるのはいいんだけど、これでイビたち枯れねえもんな。むしろなんか元気になってわっはーいってなってるから、ってことあれだよね、人と植物の融合体だから、人にとってはこれはなんか元気になっちゃう薬っていうことなのかな。ねえ、生きてるもんね。おはよう、元気、おはよう、おはよう、全然食らわへん、全然、ちょっと、危ない、穴を向かっていったら多分巻き添え食らってたよ。はいはい、倒れて、はい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 、起き上が、起き上がる拳はいいから、もう二人とも寝ようぜ、はい、燃えて、燃えろよ、二人とも倒れて球根爆破で、たまたまチュドン、いいね。こいつら先に始末しておいたらね、なんかあの出てくるあのロングコート白色変態紳士ちゃん、もうなんかもう呼び方が全然統一されてないっていうね、後ろ来てないよね、なんか3体目のイビーだとか言ってさ、時々出てくるパターンとかもあったりするじゃないですか、ね、こんだけこうなんかかわいそうにボー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 やってんのに、やっぱおやすみ、ね、出てこないタイラントもなかなかやっぱ空気読んでるよね。よし、じゃあこれでゲッチュして、 OK、3つ目、すごいこいつ綺麗だよね、見ろよ、綺麗だろ、死んでるんだぜ。でどっから出てくるっけ、またあいつかって言ってる、あいつどこよ、あいたわ、あいつどっから来たのよ、帽子、おお、ちょっと待って、いるのか、3体目の指酔ったわ飛んだフラグだったな、あいつでなんとかならないかな、ボボボボボボ、あ、無理、もうちょっと無理、あ、来た、なんかすごい燃え上がり拳で来た、あのね、どうしてもね、なんかあのマウスでやってるとくるくるなるんだけど、ここ来るのかな、来る、来ない、いる、来ないならもうおっちゃん行っちゃうよ、お兄ちゃんだ、誰がおっちゃんや、さあ行こう。よし、じゃあウエストサイド、ウエストエリア、うん、ウエストサイドストーリーだったっけ、なんかそこら辺、うん、行って、やばいな。間が持たねえな。じゃあ、とりあえず、このシリーズが終わったら何をするかっていう話になってくるんですけど、まあ、それはね、あの、次回このゲームをやりますっていうね、オープニングを最後ちょっと流して終わりにしようかなというふうに思ってますんで、まあ、それでね、あの、次回何するのかっていうのをさせてもらえたらなというふうに思います。とりあえず RE2 に関しては、レオンら辺これもうまもなく終わるけど、あと2、3パートくらいかな、うん。くらいで終わらせる。ここでタイラント来たら面白いんだけど来ないんだよな。そう、2、3パートくらいで終わらせておいて、で、そこからね、あと、あれだけやります。ハンクだけやっぱりやらないと面白くないかなと思うんで、ハンクだけやって、で、RE2 は、まあ、綺麗さっぱり終わりにしようと思います。で、その、次回のゲームね、あの、今日、あの、これやりますっていう、あの、じゃあ次回からこれやりますっていうのを、ちょっとまあ、チラ見せだけね、オープニングチラッと見せようかなと思うんですけど、まあ、それはあの、なんか作ったとかじゃなくて、ゲームのオープニングを、ね、あの切り抜いてきただけなんだけど、で、まあ、その次回のゲームと今回のこの RE2 との間にちょっとね、僕個人 の、 あのお盆休みをね、あの YouTube の方で挟ませていただいてお盆休み取るほどのね、あの仕事をお前 YouTube でやってねえだろって突っ込まれたら、まあね、そんなこと言わないでよ、うん、頑張ってたからさ。で、取って、うん、そうだね、あーやばいな、これこのまま、G3 やってもいいくらいの時間なんだけど、一回やるととんでもなく長くなりそうな気もするんでね。まあ、ボス戦ってやっぱり、ね、こういうのだと、どのくらいの時間がかかるのかっていうのがね、すごいむき出しで無防備なんだよな。無防備だ。同じこと言ってる。はい。よし、エイダのところへ。
これだからあれなのかな、一応クレアがパクった後っていう設定になってるのかな。だってね、クロスストーリーだとしたら今頃シェリーちゃんがね、とんでもない左目になっている状態だと思うから、じゃあとりあえずこのまま終わったら何のパートなのってなっちゃうから、とレオンクッキングタイムを今からお見せしようと思います。トゥルトゥトゥトゥルルトゥトゥル、違うな、これなんだっけ、オールナイトニッポンか間違えちゃった。でとりあえずライトニングフォークで強化火薬、強化火薬出せるだけの強化火薬を出して、まあドバ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 やっていきましょうや。違う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 、組み合わせ、キッキッで強化火薬、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 ああひたしり使い切ったね。じゃこれでメグナム、もう一応メグナム、あれできてない、ちょっとマグナム作るの難しい、キッ、あれな、組み合わせられてないぞ。オッケーで、これでいいとして、で、あとは、やっぱりまあ、例のごとくショットガンかな。で、ショット弾も持てるだけ持っていって、あ、めっちゃマグナム余ってんじゃん。うん、ショット弾、まあ、最悪ね、だってタイラントに関してはね、あの時間切れがあるから、時間切れっていうか、時間で次に進ませることもできるようになってるから。うん、で、これで、まあ、2個あるし、10分。かな。で、あと、まあ、せっかくだから、コルトガバメント持ってく？カッコつけ銃。ね。全弾使い切っちゃうか。そのつもりで持っていきましょう。OK。まあ、こんだけあれば十分かね。はい。ということでね、次回からいよいよ佳境を迎えていくと思います。ボス戦ラッシュっていうのが続いていくことになりますんでね、ぜひね、楽しみに見ていただけたらというふうに思います。はい。じゃあ、弾を装填しましたんで、ちょっとあまりにも、パートが短すぎるんでね、まあ、次何するかっていうのをゲーム決めたんで、それのね、オープニング、まあ、しつこいようだけどお見せしようと思いますが、こんな、なんかあったんだ。魚泳いでる。なんか全部 G が食べちゃった後みたいになってるけど。ここ入れるのって誰なんだろうな、ウィリアム・バーキンとかなのかな。はい。まあいいや。じゃあね、ということで次回パート応援向けてよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。では、バイバイ。